はい、おはようございます。岡谷店長です。おはようございます。リコちゃんです。はい、ということで今日は何ですか、リコちゃん。今日はなんと私が攻略打法を持ってきました。すごい。買ったの？いや、買ってはないです。買ったら、買っちゃダメよ。そう、買っちゃダメって聞いたので買いはしませんでした。はい。はい。どうしました？持ってきました、今日は。持ってきた。はい。サーフィンしてしまいまして。えらい。あ、サーフィン。はい、サーフィンです。いい波乗ってんね。そう、いい波乗ってるね。いい波乗ってんね。で、今回は、はい。朝一、はい、食ペカ打法ということで。朝一？はい。朝から今にふさわしいなと思って、これいいなと思って持ってきました。いいね。はい。朝だけ有効なのは。そうですね。朝のゼロゲームの時だけ。はーい。いいですね。はい。今ですよね。そうし、いい？うん。何ですかそれ。何ですかそれ。知らない？わからないです。わからないか。わかった方はコメントに。はい、コメントによろしくお願いします。わかんない。じゃあまずは。俺アイム座ってるけどいい？あ、はい。何でも大丈夫です。何でも大丈夫。何でも大丈夫。何でも行きます。ガセの匂いがすごいな。ガセじゃないかもしれないですよ。検証しましょうじゃあ。まあまあ、そうだね。はい。撲滅しないと。はい。じゃあまずは、はい。朝一台で。朝一。はい。ゼロゲーム。ゼロゲームです。はい。まずは15ゲーム、マックスベッド、順押しで消化します。ほう。はい。はーい。何枚でもいいですか？コイン入れても。そうですね。何枚でも大丈夫です。はーい。はい、準備できました。はい。いきます。まず15ゲーム。はい。通常。はい。はい。ポンポコポン。順押しです。ん？順押しです。順押しだけ。はい。お、生意気。15ゲームお願いします。そう。こうやるのは挟み打ちね。こう、挟み打ちとかダメなのね。挟み打ちはダメなんです。順押しなんです。はい。はい。オッケー。ブダウン。ブダウン。3。この間にペカっちゃったらどうしよう。この間にペカっちゃったら、それは店長の腕です。ありがたい。それは店長の腕です。大体ね、その、攻略打法側がね、持っていくのよ。あー、なるほど。そう。それ違いますね。おかしいよね。おかしいですよね。だってだけなんだから、これ。そうですよね。攻略打法じゃないよ。セットだってまだ終わってませんもんね。うん。15。はい、15です。はい、はい、15ゲームに、はい、なりました。はい。で、そうしたら、はい、次は1ベットのボタンを3回押して、逆押しで3ゲーム。1ベット3回。1ベット3回です。ポンポンポン。はい。押したら、逆押しで、しはい、はい、3ゲームです。はい。2。3。はい。はい。そうしたら、その次に、今度は、1ベッドを、2回押して、2回ですよ、2回。2回押して、で、いや、何ですか？リプレス落ちた。あ、これは失敗ですね。これ失敗ですね。あ、もうリプレイちょっと出てこないでよ。リプレイダメなのね。はーい。じゃあ、隣にワープです。ワープすいません。すいません。おっちょこちょいで。いや、これは。リプレイ揃っちゃいました。揃ってしまいましたね。なので、横に移動しました。はい。すいません。ね、バージンじゃなくなっちゃったんで。はい。はい。リッキーとしたゼロです。はい。ゼロです。朝1台です、これが。はい。はい。全部ゼロです。はい。最初はマックスで。あ、そうです。マックスベッドで15ゲーム、ね。15ゲーム、順押しです。はい、いきます。15ゲーム終わりました。はい、終わりました。はい、次が、ワンベッド3回ね。お、覚えてますね。覚えてますよ、まだ。さすがですね。で、逆を3回。はい。1。ここで来るな。あ、やばい、滑ってきた。嘘！危ない、よかった。ブドウ、ブドウなら大丈夫です。はい。そしたら次に、1ベッドのボタンを2回押して、ポンポン手入れ1枚。手入れ1枚。で、はい、順番がありまして。はい。ちょっと待ってね。手入れ1枚入れました。はい。はい、そしたら、中。中。左。左。はい。右。右。はい。の順番で押します。中、左、右の順で押すと。はい。これを3ゲームまたお願いします。はーい。いきます。はい。
で、はい、やっと、次いきます。次最後です。はい。次が、1ベットボタンを2回。そしたら、マックスベットします。で、これで順押しで、今度は5ゲーム。そしたら、セット完了です。順押し5ゲーム。はい。ゴー！よし！すいません、さっきじゃあ、これ、一回でセット完了だと思ったんですけど、2周って最後に書いてありました。なので、なので、これもう一回、1ベット3回押して、1ベット3回押して、はい、で、逆押しで3ゲームからもう一回です。ゴー！よし！よしよしよし。スムーズです。スムーズというか奇跡だと思うけど。確かに。で、これで、100ゲーム以内に、ペカルらしいです。あ、そうですか。はい。これセット完了したんですね。はい。今37ゲームですね。これリプレイ来たら終わっちゃうよな、今のな。そうですね。大変だね。結構、奇跡をかいくぐんないと。セット完了できない。できないね。じゃあ行きます。はい。今37なんで。はい。137まで。はい。にペカルってことですね。そうですね。はい。ペカりません、そんなものは。いきます。ポン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 。どうなんだろう。いや、無理だろ。無理かな。無理無理。うちのチャンネルは、闇撲滅。闇撲滅のあれなんで。闇撲滅チャンネル。そうです。闇撲滅チャンネル。どうだったリコちゃん、あれ、ネットで調べてみて。ジャグラー。結構いっぱいありましたね。一番最初何が出てきた？一番最初に出てくるもの、ジャグラー闇とかジャグラーセットってやるとどうなる？やると、うん、オカルト店長さんがなんか見えた気がしますね。でしょ？もううちのチャンネル、うちの動画が闇を推奨してるような感じで出てくるんじゃん。そうですね。違うのよ。一番上に出てきました。ジャグラーセット打法、ジャグラー闇とか、ジャグラー攻略ってやると、動画大体うちだもんね、バーって出てくるもんね。そうですね、全部うちでしたね。おかしい。はい。ダメです。そうです、ダメです。撲滅チャンネルなのに。そう、ジャグラー撲滅とか、いや、僕、ジャグラー闇撲滅だね。はい。ジャグラー闇撲滅とか、そっちの方に出てこないと。100いっちゃうよ。それでは今、87ゲーム。何ですか？ん？何ですか？ブドウ、ピエロ。ピエロ狙う。これがピエロもブドウも外れたら、ペカリ。あー、そうだったんだ。さあ、ペカるのでしょうか？ペカるのでしょうか？どうなんでしょうか？抜けるのでしょうか？いや、どうだろう、闇。リコちゃんの初闇。いや、初闇だからちょっと、いやー、やっぱりいい結果出したい。ダメです。いい結果持ってきたいです。いい結果。ペカったら悪い結果だからね、また、またその世の中に余計なものを配信してしまう。まあ、そっか。またウカウト店長チャンネルが、セット打法で一番上に出てきてしまう。そう、ダメです。ダメか。ダメです、そんなものは。もうだって、俺が打ってんだよ。確かに店長が打っちゃったら何でもペカっちゃう。そんな感じするよ。俺も別にオカルト打法しなきゃいいんだけど、もう癖でチリボーイ。チリボーイ。もう癖でね、ここ押したい。あ、ここ押したいのよ。ここ押すとペカるのよ。ペカったー。あー、はい、118ですね。うわ、130ちょいだったんで。え、ってことは成功です。やったー！成功、いや、失敗です。成功、成功。成功しました、リコちゃん。イェーイ。これは今言った通り、オカルト打法がね、100ゲームあると。はい。で、ね、うちはね、1台じゃ、これで、一騎一遊しません。ダメなんですか？ダメです。この後、ファンキー行きます。あ、わかりました。じゃあ、アイム、ファンキー、マイジャグ。あ、そんな感じで。わかりました。よし、成功！移動！移動！ワープ！はい、ファンキー！はい、ファンキー！シュタ！シュタ！
0000。はい。朝一台ですね。はい。いきます。はい、じゃあ、まず15ゲーム。はい。いきまーす。お願いしまーす。で、100だっけ。はい、そうです。で、あの100ゲーム以内に、ペカルペカリマ、ペカルな。ペカリます。ペカります。もう言います。ペカります、これは。あ、いきます。本当ですか？やった。はい、だセットで販売しよう。この、打法とオカルト打法。この、ポンポンポンって。ポンポンポンって。で、7狙って。あ、なるほど。このセット打法と、あの、オカルト打法。そう。セットで。これはセットで、980円。あ、980円。え、ちょっと安くないですか？リーズナブル。リーズナブル。リーズナブル。手出しやすいぞ。だってオカルトとオカルトだもん。売ってるものが。信憑性がゼロ。売ってるものがオカルトとオカルト。嘘っぱちとオカルトか。嘘っぱちとオカルトか。嘘っぱちとオカルト。やるなら何じゃぐらいやりたい？やるなら。うん、けど、私、ファンキーがいいです。ファンキーが好きなんで。何？ファンキーです。あ、ファンキー。ファンキーの見た目が一番かっこよくて好きです。これはね、心理テストと似てて、はい。好きなジャグラーの機種と、好きな男性のタイプっていうのがね、リンクするんですよ。あ、本当ですか？はい。え、けど、そうかも。確かに。静かで、はい。なんだろう、装飾系が、マイ。激しい、ファックするのがファンキー。ノーマルがアイム。ノーマルがアイム。アイム、アイムちょっとつまんないですね。うん、アイム、つまんない。なんで、はい、なんで、あ、そう。ノーマルつまんない。普通、面白くないじゃないですか。基本に忠実です。基本に忠実。いいことです。デートも手つないで映画行きます。あ、いいじゃないですか。紳士じゃないですか、アイム。そうですよ、アイム。ノーマルです。めっちゃ紳士。え、ファンキーは蹴っ飛ばします。蹴っ飛ばした。 DV 気味です。私そんな男性好きじゃないですよ。DV されたくないですよ。チリボーイ、チリボーイ。お尻パンパンしてくるからね。お尻パンパン、気をつけて。はい、気をつけます。よくわかんないけど100超えております。100超えましたね。100超えておりますよ。抜けちゃうの。あー、抜けない。やったやった。きたー。121ですね。121、はい。抜けちゃうと思ったのに抜けない。失敗しちゃう。成功です、店長、これは。成功。しょ、いやー、参ったな。じゃあマイジャグいきますか、最後。行ってみましょう、決めます。マイジャグ、ワープ、シュ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 ター。はい、最初は15ゲーム、普通に行きます。ゼロ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 です。ゼロ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 です。はい。最後は前。準備できました。はい、準備できました。OK、行きます。はい。ここから100。137までですかね。はい、ペカります。絶対にペカります。絶対にペカる。ペカる！ポンポコポン。ここまで来たら全部成功させちゃいましょう。いや、成功するよ。だって、100ゲームでしょ？ 100 ゲームいただけたら。言っていいじゃないですか。大、もうとってもお得なオカルト打法もセットで。確かに。販売してるんで。確かにセットだから余計。はい。もうペカリユースは何パーセントですか？ 70 です。70はいただきます。ペカりますね、ほぼ。はい。次回多分あれですよ、100ゲーム以内にペカルって言ってるから100ゲームくらい近くならないと、うん、そうだね、ペカらないんですよ。さっきからそうだね。そう、そうなんですよ。やっぱ50ゲームじゃちょっと足りないんですよ。80でも足りない。100なら足りるってことなんで。そうか。はい、なんでちょっと 100ゲームくらいまでは様子見ます、私も。はーい、100いきました。100だ。いきました、100。100さあ、どうなるんでしょうか。だから、これ成功しちゃったら、どうします？やりますか？やりましょう。ねえ、リコちゃんが、お店で。私がお店ですか？やります。え、なんか。今まで打ったことないのに？打ったことないからこそですよ。打ったことないからこそ、うん、ちょっと自分の手が不安なんで、これもちょっと使って、神頼み。そっか、いいね。はい、終わっちゃうぞ。いいのか？
いや、終わらせない、ここでは終わらせない、終わっちゃうぞ。はーい、泣いても笑ってもあと3。あ、今が…わぁ、え、なぁ来ました、本当ですか、本当ですか、あ、もう無理だと思って、え、すごい、あらあら来た、泣いても笑ってもあと3入ったなぁ。じゃあ、よくやった、え、よくやってない。よくやりましたよ、私。もうガッツポーズ。変なもん拾ってきやがって、ですよ。パチンコ屋さんがすればね。まあ、そうですね。はい。まあ、あとはじゃあ、マイとファンキーと、あれ、ビッカバケ見ますか。はい。はい。どっちだろう、どっちだろう、えい、あらー、おめでとう、やったー、ビッグだー、ビッグですね。じゃあ次、ファンキー、あー、おばけー、おばけー、タイムです。あら、おばけー、ということで、闇に迫るリコちゃん初めてセット打法拾うの回でした。はい、はい、結果は全部失敗に終わりましたが、まあ楽しさ伝わればいいかなと思います。皆さんもぜひやるんであれば、やってみてください。はい、やってみましょう、皆さん。はい、じゃあ次回もお楽しみに、バイバイ。バイバーイ。やった、成功だ。はい、最後までご視聴。切れてる、最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あ、いいですね。お願いします。はい、ビューパレーからでした。バイバーイ、どこー、いや、鎌ヶ谷店の目の前だろ有名な公園でーす、聖地巡礼してください、はい、じゃあねー。